しっかりと臨んでいきたいと、決して反対がための反対をし続けるというつもりはございませんので、そこだけは最後に一言申し上げておきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今の言葉が党本部に届くといいんだなと思います。